ビってこんなもん TV のテカトーコミでございます。はい、今回は天理の天理のちょっとやりにくいな今回なんですけども、はい、あれを食べたいんすよね。そう、まあテイクアウトはテイクアウトなんですけどね。そうですね、甘いものです。ヒント、そうです、切り株みたいな感じですバームクーヘンです。そうです、バームクーヘン。天理にバームクーヘン専門店があるんですよね。バーム283というお店です。バーム28333、はい今回はそちらに行きたいと思うんですけども、はいはいはい、バームクーヘンの思い出と何かありますか。バームクーヘンの思い出ですか、うん、やっぱ子供の時おやつでバームクーヘン出てきたら嬉しかったですよね。高級品やそんなんな。めっちゃ、うん、今日のおやつバームクーヘンみたいな。どうしたお母さんって。何やな、そうやね、何があった、なんか今日何の日みたいな、まあ、ケーキまではいかんかもしれんけど、まあ、なんかそういうなんかちょっと普段とは違うみたい な、まあ、なせやな、気軽に食べれるケーキでもないけども、うんうん、なんかでも嬉しかったよね。そうやんな、バームクーヘン出てきたら。そう、そのバームクーヘンを今回専門店で食べることができるので、楽しみですね。もう男のロマンですからね、バームクーヘン言うたら。ロマンってロマンって毎回よう言うけどさ、シュークリームの時もさ、クリームがロマンみたいな、うん、物語みたいな意味やからな。ロマンはロマンやねそこちょっと深掘りしようかな。ロマンやを深掘りしたあかんところやな言ったあかんやつやな。そうや、世の中には突っ込んであかんところがある確かに、はい、まあ、ということで、まあ、今回もね、はい、ちょっといつも通りテイクアウトしていきたいと思いますので、今からじゃあバームクーヘン食べに行きますか。はい、レッツゴー、はい、バームクーヘン、えい、タビコン TV。 すごいな、これは。おお、この紙いいな。これちょっと僕のお土産用なんですけどね。そうそう、お土産用で家で食べるように買いました、はい、車で食べるようにはちっちゃいやつもね、うん、あって、そうそうそう、いいっすよね。すぐ買える。ちょっとこっちの見た目をね、皆さんにも見てほしい。これさ、プレゼントで渡されたらさ、お土産とかでどうしたん、めっちゃ気合い入れてるやんってなるな。ほんまやで、なあ、私のこと好きなんちゃうってなる。なるよな、これ。なるなる。これおすすめよ。うわぁ、トゥルトゥルトゥン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 トゥ、うまそうです。すごいな、これ。はい、これがまあお土産用で、まあ、車の中でも食べやすいサイズがあるので、うん、そっちの方試食していきたいと思います。今回車でも食べやすいサイズっていうことでね、一口大になったサイズがあるので、こっちで試食していきたいと思います。もう触った感じが違う。え、そうなんや。今なんか何やろ、しっとりしてそう。何やろ、違う。じゃあいただきます。はい。やめないっすよ。誰にもあげない。おう、うん。楽しんでください。めっちゃうまいな。嘘。ラベル、レベルが違うよ。ラベルで。レベルが違いますもん。レベチ。ね、しっとりしてますね。うん、うん、うまい。噛んだ瞬間に甘さがふーんと、メープルの甘さもあって美味しいですね、うん、でちょっと僕の方も食べていきたいと思います、ね、はい、じゃあ僕は今からプレーン食べます。 OK。 ほんまや、もうさ、ちょっと今触れたんやけど、一瞬触った感じ全然違うやろ。うん、何これって感じ。バームクーヘンこんなんやったっけみたいな、ちょっとカステラっぽい感じもする。はい、うまそうやな。いい感じ。はい、じゃあいただきますと。独り占めしたいやろ。すごい、口の中でなんかふわーって感じがする。わかる、なんかふわーって感じがすんねん。甘さが、甘さも、あと何これ、消える感じ。マシュマロまではいかんねんけど、おー、ですごいなんかその甘さが広がるっていうのもあるんやけど、まあすごく食べやすい、美味しいな。これは確かにちょっと高級チックな感じがする。なんか贅沢、すごく。そうっすよね、プチ贅沢やな。うん、美味しい。めっちゃうまいよね。これ嬉しいな、これもらったら。こんなんもらった最高やで。なあ、タビコン TV。はい、ということでバーム2833でバームクーヘン食べさせていただいたんですけど、うまかったですね。
感動。最高ですね。もうちょっとバームクーヘンの違いを見せられたな。こんなに美味しいかと。なんか、うん、うますぎて言葉出へんってこういうことな。そうそう、若干ちょっと高いなと思って買った部分があったんですけど。あったね、言ってたもんな。もう全然納得のお値段ですね全然納得、うん、このうまさならばみたいなね、うん、もう皆さんもほんまに経験してほしい。これ結構ね、うん、コメント言うの難しいんですよ。なんかどう表現していいかがわからへんみたいなのがあって、はいはいね、難しいんですけど、食べたらわかる。めっちゃうまいっす。めっちゃうまい。でまあ、まずこちらのお店の場所とかなんですけども、はいはいはいね、169号線沿いにあるお店で、天理商店街とかの近くにはなるんですけども、ねまあ、駐車場はちゃんとあるのはあります。ただ止めにくいっていうのも、第一駐車場に関してはちょっとね、大通りで結構交通量も多いので止めにくさはありますね。まあまあ、でも駐車場あるってありがたいですよね。第二もあるらしいで、うん、あ、第二もあるのか。そうそうそう、だからあのそこまでこう緊張していく必要はないんかなみたいな、ね、なるほどね。はい、で今回僕たちが食べたのがワンカットサイズのバームクーヘン、でプレーンとメープル、メープルです。で他にも抹茶があったんですけども、はい、今回じゃあ食べた感想といたしまして、まあ、簡単にメープルの味の方お願いします。しっとりしてて、うん、メープルの甘さがふわっときて、うん、最高っすね。美味しかったよな、はい、あのなんかこうしっとりさというかふわっという感じがもうないよな。他に正味さ、食べる前から違うと思ったな、はい、触った瞬間、触った瞬間あ違うわこれは。違うのったな。目の前にいる綾瀬はるかをな、ご本人を見た感じやな。おお違うなと。うお、やっぱ違うなと。おーおー、まあ、おーおー、そうやな、その通り。ぜひ皆さん気になる方、足運んでもらって、はい、皆さんの感想をコメントの方にね、教えてもらえたらすごく助かります。ありがとうございます。あと、店の中で食べていいらしい。あ、そうなん。そう、店員さんに尋ねたんよね、あの椅子があったから、うんうんうん、お店の中で食べることできるんですかって聞いたら、お店の中でも食べていいですって言ってはったんで、うん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 、だからぜひね、まあ、コロナ落ち着いてからにはなるかもしれないですけど、足運んでもらって食べてもらえたらと思います。はい、ということでね、はい、バーム2833に行きたいと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。あとツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。はい、ということで本日のコミの一言、バームクーヘンの綾瀬はるかや。分からんな。俺のせいやな、今のそれ俺のせいや。しかもそのくだりずっと使わなかくなったやんけ。やめようか。いや、いいよいいよ。オッケー。ただ俺のそのくだり 100% 使わなくなる。綾瀬はるかやってなんかちょっと卑猥じゃない。なんで卑猥ではないか。綾瀬はるかさんどういう目で見てる。卑猥な目で見てる。なんで。はい、次回の動画でお会いしましょう。はい、バーイ。はい。高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと